ようこそアウターヘブンへ。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、平木美優です。これロジクールの新しいヘッドセット、G231 ですね。買ってまいりました。見えますかこれ。オレンジ色ってやっぱり、黒にオレンジってやっぱかっこいいですよね。たまりませんね。ブラックオプス3みたい。はい。でね、今回は、まだね、ちょっと使ってみた感じなんですけれども、こっち、G43、ぐるぐる巻きになってるんですけど、G430 ですね。こちらとね、比較してどうなのかっていう部分ですよね。気になってる方もいると思うんですけど、音質、マイク、さほど変わりません。どっちも一緒です、大体。はい。でもって、そうですね。こっちは購入するとね、こういうのがついてくるんですよね。で、これを使うと、PC とかで、なんだろう、バーチャルサラウンド使えたりするんですよ。これとこれ一緒です。で、こっちは、普通にイヤホンジャックオンリーなので、まあ多分ね、今出たばっかりなんでね、これとこれ同じぐらいの値段なんですけど、多分こっちの方はもうちょっと値段落ちるので、アマゾンで、なんで今すぐに買わなくてもいいとは思います。音質自体はそんな変わらないんでね、もしこっち使いたいっていう人は、PC でゲームをやる人向けですね。はい。 PC のゲームでバーチャルサラウンドを楽しみたい人はこれを使ってもいいと思います。ですが、もしプレイステーション4とかの家庭用ゲーム機で、プレイされるのであれば、こっちの G231 値段落ちてから Amazon で買うといいかもしれません。はい。でね、まあコスパはいいですね。ロジクールの製品はコスパは非常にいいので、変にね高いの買うより安心して使えますので、まあもし買うのに何買ったらいいんだろう悩んでる人はね、意外とまあフラットな音質で爆発音も足音もそれなりに楽しめるゲーミングヘッドセットになってますので、ぜひね、購入を検討してみてください。ただ値段が落ちてから買うことを私はおすすめします。ということで、早速これ使ってBO3 やってくよ、よろしくね。はい、ということで、早速、この G231 ですね、ヘッドセット使って、コールオブデューティーブラックオプス3、遊んでいこうと思います。割とね、音はいいんですよ。迫力があるんですね、やっぱりね。そんなにね、高いヘッドセットを買わなくてもいいんじゃないかなと思えるぐらい非常に出来がいいヘッドセットでございますね。 M8A7 今回使っていきましょう。ブラックオプス、いや久しぶりだな、 M8A7 使うな。一時期めちゃ強じゃんこの武器って思ってたんだけど、よっしゃ、後ろから行くんじゃねえ今度は。予想通り。いやー、ヘッドセット変えて感も鋭くなっちまったってか、やべえな。コールで遊んでんのか、遊びじゃねえんだよ FPS はよ。よし、わっ、あーば、 FPS 遊びじゃないんだよ、遊びじゃないんだよ、遊びじゃないんだよ。行くぞ。よし。いやー、 M8 強すぎる。この武器はやばい。やはり強い。強いってレベルじゃねえ。逃げた方がいいな。こっちから来そうで怖い。けど来ないっぽい。じゃあ今一度こっちを見ていこうか。よし。多分後ろ来るね。あー、右ですげー銃声鳴ってる。そういうのもわかるんだね。よし、これか、やば、
やばいやばいやばい、俺やばくねマジで。弾切れた。これしょうがない。ピッポッ、どうしようかな。3発、あ、ここに落としたいね。ライトニングストライクによる支援を要請。素晴らしい、一人倒しただけでも十分すぎる。敵いなくね、敵いなくね。さあどんどん攻めていきましょうね。なんてったって俺は M8A7 だから。なんだ、味方すげえ頑張ってる。リスイッチ変わったなこれな。さてどうだろう。なんだ、どっから撃たれたんだ今。あ、よし倒して中行きますよ。ここ攻めて投げて、よし、いいね。後ろ、あー後ろだ、まったくもったいない。さあ俺は前半調子よくて後半伸び悩むっていうね部分がありますんでね、後半こそ丁寧に立ち回っていきましょう。来るな、むしろ来るかな、来なそう。違うな、上だ、あ、下、よし、あ、戻った方が良さげじゃねこれ。うわー、ショットガンだ。スライディングして一気に 射程距離まで攻めてきたね。ああ戻った方がいい、これそこに攻めてX投げて、ここでリロードして体力回復してもう一回見る。うわーくー、囲まれちゃったよ。ほらね、後半になればなるほどだん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 こう成績が落ちていくっていうね、俺の定番中の定番。でも味方のブーストーンとかすごい聞こえるな。いいね、コスパいいんじゃないかこのヘッドセット。まあ最初の冒頭に言った通りね、 PC 版をやりたい、 PC 系をやる方は、G430 の方が絶対いいと思いますが、プレステ4だけでゲームやりたい人とかはこの G231 で十分コスパいいと思います。逆にありがとうみたいな。今のクリッチ逆に近づいてくれてありがとうみたいな感じだと思った。あ、それきついか。よし、ラッキー。こういうとこで待ってると足音が聞こえるはず。いや、リスイッチ変わってるから足音もクソもねえな。あ、これきつい。グラビティぶっ破すればよかったね。残念だ。いるか？いないね。味方と一緒に行ってみるか。ロング見て。ヘイロック、頑張れよロック。ブラックラングかな？あっと、ここ攻めてだよねもうね。うわっかー！やべ、レシオ 3まで落としたぞ。お、味方ナイス、ヘイター。え、味方それするってマジに気、よいしょ、えっマジか、やばい、あ、あレンデスに気、後ろ湧いたね。あー、ちょっとどっち狙ったらいいか分かんなくなっちゃう。よし、それ、あ、味方やりますね。よし、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 こっから、倒したけどもう一体にショットガンにやられる。あのでも結構いいぞ、銃声とかね。あぶねえ。うわ、あ、最後3人抜いた、よっしゃ。いや1位の人うまっ、これじゃ追いつけないな。最後ボクシングだったんだね。何やっとんねんこいつ。逆に面白いわこんな。最適な射撃効果を達成。
すごっ、かっこいいね。めっちゃ響いて消えた。はい、ということでね、まあ普通の実況しちゃったよね。ヘッドセットのこと何も言ってない、ごめん何も言ってないけどね、コスパは非常にいいと思う。これ多分ね5000円台ぐらいまで落ちると思うんだよな、アマゾンで。そしたら買っていただいても全然いいヘッドセットだと思いますので、ぜひお手に取っていただければなと。幸いですね。はい、ということで長々とご視聴ありがとうございました。お疲れさん、また会おう。